じゃあ特に最近、まあ、そのベッキーさんのことを受けても、はい、なんかこれはどうなんだ最近とかって思うようなことはあまりない。なんかみんなそんなに関心払ってないで、なんか仕事とか勉強してりゃいいのになとか思いますかね。あのじゃあますますこの話題はちょっとこう羽田さんは興味がないのかもしれませんが、あの遥さんね、はい、遥かクリスティさんもちょっと先日あの初スキャンダルみたいなのがあったりしましたけれども、ゴミ屋敷の方じゃなくてですよね。ゴミ屋敷じゃない方ですね。去年あたり、去年あたりにあったあの、あ初めて、まあ23歳になって初めて、はい、また完全にまたマイクを下に置きましたけど、まあ、全く興味ないと思いますけど、分かりやすいです。でも一応聞いてて、もしも興味があったら入ってきてください。これはいはいはい、ないと思いますけど、まあ、初めて好きな人ができて、あのお付き合いをして、初めて彼氏ができた、公開告白して彼氏ができた。どこで公開したんですか。いやいや、あ、そこ初めて興味持ちました。でもなんか公開告白したんですか。どこでしたかっていうと、これはるかさん、あの告白したのはあの番組を通してなんですけれども、テレビで、えテレビで誰に告白したんですか。放送作家さんです。放送作家に。いや、すいません、そのトーン何なんですかそれ。放送作家に告白したんですか。それで、まあ、5ヶ月で別れてしまったんですけど、なので短い期間でしたね。でそれで OK もらって、うん、あの付き始めて、よかった彼氏、初彼氏できたみたいな、もうニュースバーン出て、そうでね、あのであれでしょ、なんか浮かれて喋ってたら、で国会のそばの焼き鳥屋とかで政治とかについてまた喋ってたっていう、なんか、そういうデートを重ねていたみたいな。どれぐらい付き合ってたんですか。ほんの5ヶ月で別れてしまいました、ね、ああでも5ヶ月だったらな、まあ、おいしいとこ取りって感じじゃないですか。ちょっとね、あのいやいや、それね、もう回るしかない、ぐるぐる回るしかないですよこれね。そんなこと言われてもね、どういうことなんでしょうね、まあ、一番楽しい期間ですよね、盛り上がってね。でもそれで別れるんですね。1年回ってとかだったら分かるんですけど、5ヶ月って何ですかそれ。いやちょ、改めてごめんなさい、こんなあの傷えぐるのなんですけど、はい、なんでなんかあれ違うみたいになってって言っちゃった。ちょっと興味あるでしょこれ。なんでって。なんでですか。なんでなんですか。私の性格に何があるんでしょうね。でも自分から告白ね、公開告白までしたのにって。向こう何歳ですか向こうは。芸能レポーターばりにグイグイ行きますね、なんか。38。ああ38ですか。何割以上上なんですね。10。そうです、14歳ぐらい上です。14歳上。そうです。だからまあ初めてっていうのもあって、恋愛の仕方が分かんなかったっていうのがやっぱ大きかったかもしれないですね。あ、恋愛、そう、どうしたらいいんですかね。どうしたらいいんですか。いや知らないですけど。そうで、いやそこ突き放すんですか。はあ、でもお別れを告げたのははるかさんの方から告げたっていう。あ、まあお互いに10時間話して。え、10時間そこですか。そこですか。そうです、はいはい、電話で5時間と会って5時間。そうです、そうです。で最後じゃあ今友達とか。別れてから一回メールしたっきりですね。あ、そうですか、はい。どういうタイミングでメールするんですかそれ。気になりますね逆に。いや、ありがとうございましたっていう。あ、今までありがとうございました、はい、なるほど。ちなみにこんなこと聞くのあれですけど、羽田さんって今、はいはい、あ、いや、この流れでいくと羽田さんって今あの彼女とかっているんですかみたいな。あ、いないです。あ、いないですか。どういう人が。どういう人ですか。まあ、結構、まあ、誰でもいいですけど。ちょ、いやいや、あのね、そんななった後の彼女になったらなんかちょっと変じゃ、なんか嫌じゃないですか。だって誰でもいいんだとかと。割と自立してる人とか、ね。自立してる人ね。うん、大人ね。そうです。なんかパートナーとか子供を自慢しなくても生きていける人っていうんですかね。分かりやすく言うと仕事してる人ってなるんですけど、はいはい、仕事じゃなくてもなんか要するに他人に。他人と自分との関係性とかを自慢しなくても自分が取り組んでいるもの、何か生きがいを持っていて一人でも生きていける人っていうんですか。極端に言うと僕にあんま関心ない人の方がいい。いやいやいや、それ成り立つんですか。それ寂しくないですか。いや、なんか自分持ってる人って相手に頼らなくても生きていけると思うんですよ。だから相手に頼んなきゃとか依存しなきゃ生きていけない人のことはあんま好きにならないですね。だから今までどんな人と付き合ってきたんですか。どんな感じのか、ね、興味がない人と付き合えるもんね。え、あ、もうそれはちょっとこれだ。すごいね、あの、なんかそこだけちょっとアイドルっぽいんですか。なんかいやいや、あの、いや、何でもかんでもこう、いや、あの純文学とかだって結構自分のこう内面とかこう私生活をえぐったりとかしてこう書いてったりとかじゃないんですか。いや、でもあの、まあ、ただ純文学作家がやるジャンルでは私小説みたいなのがありますけど、ね、ありますよね。はい、それってその人の周りに知られたその人っぽさを出して
だ自分の分身を作ることで、はい、革新的なものは自分からそらしてるわけですよね、はいはい、だから割とあれは何かさらけ出しているようでさらけ出してないというか、むしろ近い存在を身代わりにすることで、むしろ自分を守ってますよね、小説っていうのは。ああ。じゃあ何もそぎ取られてはいないんですね。そうですね。そうなんですか。はい、今までの先輩の純文学作家を全部撫で入りにしてきましたけど、今なんか。まあまあ他の人は分かんないですけど。そうですか。そこは急に守りましたね、今なんか今。はいはいはい。じゃあはるかさん今空いてるわけでしょ。あ、私空いてますね。じゃあここでどうですか。はるかさんとか、いや、今下から上まで舐めますよ、舐めますように見てますけど、いやいや、本当に舐めますように見てますけど、いやいやいや、いやいや、本当に見てる、いや、怖い怖い、あの、ごめんなさい、あの、このバルジャーの視線より怖かったですよ、なんか、あの、相手をこう、射抜くような、だって好きなタイプ、背が高い人でしょ、なんか、昔発言された、ね、はるかさんだって今ね、身長って。身長はそこそこあります、ね、169.6 ほら、いいですね。はい。いいですね。まあ、いやいや怖い いやいや、はるかさんどうですか、こういう自立した女性がいい、羽田さんみたいなね、逆に自立のもう正反対に生きてると思います。あの、自分の部屋も片付けられない、料理もできない、というのを挙げていったらキリがないぐらい、相手にしかもちょっとこう甘えたりしたくなっちゃうみたいな。あ、そうですね、朝料理してほしいですね、で朝起こしてほしいですね。ああ、旦那さんに結婚したら旦那さんに起こしてほしいと、彼とかに。で、そうですね、だから掃除も協力してほしいですね。あ、マイクはだんだん離れてきましたね。はいはい、なんかそんなにバリア張んなくてもいいじゃんって感じですよね。なんかバリア張ってない、そんなにバリア張んなくてバリアじゃないです、俺もそんな本気で狙ってなかったのになんでそんな急に言うんですかみたいな。そんなになんかまんま逆なこと言わなくてもいいんじゃないですか、なんか。いや、あの、あ、そうですか、別にバリア張ってるつもりではないですけど。あ、そうですか。まあまあこの後ね、もしもじゃあ気があったら、じゃあもう番号とか LINE とか交換していただいてっていうね、はいはい。で、あと、あの、伺いたいのは、今作ね、このジョニー・デップ演じるこのギャングのスバルジャーが、さまざまな人の心を、まあ、裏切って傷つけて、まあ、陥れながら、まあ、自分は生き残っていくっていう、羽田さん、これ、バルジャーみたいに、結果的に、まあ、こんなひどくはないにしても、人を陥れてしまったこと、なってしまったみたいなことありますかな。陥れるたことですか、はい、結果的にそうなってしまったと思います。結果的にそうなったことはないですね、はい、あ、そうですか。割とそんなに、はい、他人を陥れて何かするっていうか感じじゃないんですよ。なんか他人を利用して何かしてやるって感じはもうないですからね。全部自分で勝手にやっちゃうんで、うん、つまり、うんうん、なんか自分の利害のために誰かを落とし入れるとかってあんまないですね。だから、あ、気づかないうちに落とし入れられる。あ、まあそう、うん、それはあるかもしれないですけどね。それはあるかもしれない。まあだから、じゃあこのバルジャーの気持ちはちょっと、まあやっぱ、さっきも言いましたね、共感できないというか、まあ分からないというか。そうですね。あ、でもなんていうんですかね、でもなんかその心のバルジャーはなんか、うん、心の拠り所とかっていうのはだんだんなくなってくるんですよね、いろんな出来事があって、うんうんうん、それで結構自分の世界が凝り固まっていて、何かがエスカレートしていくっていうのがあるので、うんうんうん、そういった点では僕も共通点ありますね。 うん、なるほど、はい、確かに、まあ、そのバルジャーがね、そういうふうに、まあ、落ちていってしまう過程は、ぜひこの後スクリーンでご覧いただければと思います。ごめんなさい、もうね、お時間が来てしまって。